で、こっちのカメラ見てもらって、気づいたことあったら言ってきます。終わってからでもいいし。はい、もう一回、じゃあ、最初から。いいですよ。シャドーボクシング。はい。うん。まあ、そのダッキングというか、それはいいですけど、はい。で、目線こっち向いた方がいいですよ。視線こっちに向いて、そうそうそう、視線でフェイントかけれるんで。そう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 。うん。今ちょっと思うのは、ジャブがちょこっとこう手が伸びてないのがあるんで、一回一回しっかり伸ばした方がいいかなって感じですね。はい。で、できればそう、上に打ってるのはすごくいいもんで、上目にジャブ打ってるじゃないですか。それはすごくいいと思うんで、あとは目線の僕の目元を狙う感じで、そう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 。はい。うん。そうです、そうです。で、右に寄ると前も言ったけど、利き腕の方に近いんで、右フックとか飛んでくる可能性があるもんで、はい。まあまあ、そっちの方がいいっていうか、別にあんま動かんでもいいですね。そこまで今、一生懸命こう動いとるんですけど、別にまあ、様子見るというか、一回打って、そう、ね、まあ、すぐ動くじゃないですか。それを一回待ってもいいですよね。ジャブ打って、うん、そんなに動かなくていいみたいな。一回、相手の出方を待った方がいいですね。ジャブ打って、で、僕、来そうって時に、バックステップとか、その、なんか動きを、来てから入れないと、来る前に動いてるもんで。はい。なんか、普通にジャブ打って、すぐ動くじゃないですか。すぐ動くんじゃなくて、ジャブ打って、まあ、相手も人間なんで、動こうとするじゃないですか。その動こうとした時に、動くみたいな。はい。だから自分がもうなんか、なんちゅうやろ、なんかこう、そのパターンになっちゃってるもんで、打ってすぐ、まあ、動くのは当然なんですけど、なんか、ジャブ、例えば打って、その、ダッキングとかって感じで、まだパンチも何も来てない状態からそれをやる感じになってるもんで、まあ、出方を見たいですよね、もうちょっと。ジャブ打って、そうっす。うん、そうそう。まあまあ、そうですね。ちょっとほんなら一回見本見せますわ。